合津世直し一期は、明治元年10月3日から同年12月1日に、旧合津藩領内で発生した世直し一期。やあや一期とも、合津藩が降伏したことで起こった、溜まっていた合津藩への不満から起きた農民の反乱。明治政府は、積極的に鎮圧せず、合津藩の元役人に交渉させて、一期勢は、要望をいくつか実現させた。戦争によって、 アイ若松城周辺や主要街道沿線などでは、新政府軍とアイズ・ハとの戦いによって、数多くの犠牲者が出て、以後アイ地方の旧武士階級の人々は、薩長チョ問いに対して、恨みを抱いたという話はよく知られている。だが、農民、特に戦場にならなかった地域の人々にとっては、かねてからの重税や、物産の専売制度による搾取に加え、藩主、 松平片森が京都市御職として上落して以来、その経費を賄うために行われてきた増税に対する不満に一気に火をつけることになり、薩長とよ恨むどころか新政府軍を官軍様と呼び歓迎、協力する者が大勢いたという。9月22日、合津藩が明治政府に降伏すると、たちまち反省崩壊による権力の空白状態に乗じた。 民衆放棄が勃発した。合津藩降伏後、明治政府は民政局を設置して暫定的に行政を行わせ、村々の支配は従来の村役人に当面任せることとした。だが、これまで合津藩当局の支配の末端を担った里頭、肝入ら村役人を排斥するように求める農民たちの動きが領内各地で高まり、 藍津藩降伏のわずか10日後の10月3日に、藍津若松から東洋沼軍でまず一揆が勃発し、以後、領内各地に波及していった。彼らは、村や国を村人による入札によって選出すること、県知町、年貢町、文玄町の破棄、専売性の廃止及び戦乱を理由とした、当面の年貢免除、七物町の破棄と小作料の廃止、 労働力の挑発の廃止などを要求して、各地の村役人や、豪商の屋敷や家財道具を打ち壊し、長母類を焼き捨てた。15日には、北合津軍と川沼軍、16日には、山軍、28日には、南合津軍で一揆が発生、以後丸2ヶ月間にわたって、各地で打ち壊しが続いた。新政府軍は、積極的に一揆の鎮圧に乗り出すことはなく、 一気の掲げる要求については、一気勢力と村役人たちとの直接交渉に任せる方針を取った。結果として、一気に参加した農民たちの要求は多くが実現することになった。ただし、民政局は一気により弱体化した、旧村役人層を民衆支配に利用する方針を、その後も変えなかったので、一気勢力が農村を完全に支配下に置くには至らなかった。 森氏も軍医として、新政府軍と行動を共にし、かつ、イギリス講師、ハリー・パークスの調査員でもあった、イギリス人医師ウィリアム・ウィリスが、一気に遭遇しており、一気による打ち壊しこそ、徹底的であったが、統制は、取れており、過失によって死者が出ることもあったが、例外に属する、ことであると伝えている。また、19日には、旧藩主、松平かた 信ぶのりが江戸に護送されることになったが、両民は戦争を引き起こしながら降伏後、切腹もせずに生き延びた不死に対する尊敬の念を失い、あらゆる方面で冷たい無関心が示されたこと、武士は片森に同情したが、農民は護送される、藩主不死に背を向けて、野良仕事を続けていたことを記している。彼は、たとえ、 片森やその家臣が恩赦を受けても支配者として合図に戻ることは不可能であろうとその手記を締めくくっている。合図若松市及びその近辺において庶民レベルにまで新政府に対する怨恨の感情が普及するのは例えば白虎大来山に代表されるようなもっぱら武士の立場から史実を見る偏見に基づいた郷土史研究が広く行われ、 観光資源として利用されるようになってからである。常実のような歴史的経緯から、稲葉城には松平氏に対する非武士の者からの警護の念が薄かった。農民たちは、合図藩の支配を批判して、小作料の廃止、重い年貢の免除、役人を農民で決める制度などを訴え、合図藩の役人や合唱の家を打ち壊した。ありがとうございます。